こんにちは。こんにちは。ギズモード編集部のアミトです。そしてこれ、アップルマークが書かれた箱。これを今日皆さんにプレゼントするべく、大きいの4つと小さいの2つ持って帰ってきたんで、僕もちょっとね、まあ発表は見てたんですけど、ちょっと開けるの初めてなんで。いやー、やっぱ、WW 良かったからな、今年。すごいスピードだったもんね、発表が。いいのかな、開けて。ちょっと僕が発表で見たのと微妙に違うんですけど、やっぱこういうのは製品になると名前変わったりするんで、ちょっとよく見てみますか。Apple Park Tote。Apple Park Tote っていう、Tote っていう製品ですね。で、100% PU コーティド。ちょっと難しいですね。多分これ CPU ですね。これ PU って書いてあるんで。CPU。Tote 知らないの？ Apple Park Tote だよ。新製品、トテ。え、見てたの？リアルタイムやってたじゃん。アップルパークトテだよ。他の空張りは、ホワイトとブラックがあります。アンボックス。おー。あ、こういうやつか。まあ、特許でリークとかされてたけど、まあ、見ての通り折りたたみです。おー。表面はね、全然思ってたのと違う。なんかこう、ファブリック素材だと思ってたんだけど、これなんか、なんだろう、ナイロンじゃないし、これなんて言えばいいの？土のうの、黒みたいな。あ、ブラック。スペースグレーじゃないですかね。アップル製品唯一のブラックモデルじゃない今。ある意味ウェアラブルとも言える。かっこいいね。あ、なんか水着入れる袋の匂いがする。内側は真っ白。じゃあホワイトモデルっすよ。あ、白いな。なんか、あ、白いいな、白。やっぱ白だよね。アップルとてはね、ホワイトモデルだけちょっと生産に問題があって遅れて出るんですよ。それが、ブラック。ホワイト、グレー。すごい、三つも持ち運べる。それでこの軽さ。すごいのが、やっぱエアーだからね。エアー、発表聞いてたの？アップルパークとてエアーじゃん。箱には書かないんだよ、最近。そういうの。はい、こちら。www、え、知らないの？ WWDC だよ。ワールド、ワイルド、ウェブデベロッパーカンファレンス。え？でもずっと俺は www の話してたでしょ。あ、だから知らないんだ。アップルパークとって。これね、これは見ての通り、メモリーカード。開けます。ドゥン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 。お、黒。黒。すごい黒い。開けにくいなぁ、アイブ。ジョナリアンアイブは、開けにくいパッケージで有名な。ジョナリアンアイブだよ。知らないの？デザイナー。www に出てた、ジョナリアンアイブだよ。ジョニーアイブって言ってたじゃん、さっき。庭に50個土のう持ってるやつ。え？ CEO の名前誰でしたっけ？え？あ、クックって言ってんじゃん。知らないの？ CEO。ティナクック。ティナクックじゃんよ。ティナタンって言われてるじゃん、いつも。ティナタン、あれでしょ？朝3時頃起きてんでしょ？すげえやな。まあ朝3時頃俺がモーニングコールしてんだけどさ。で、メモリーカードごとに、昔の Mac Pro とか、iPod モチーフとか、ね、iMac とか。わー、懐かしいね、これ。知ってるかな、これ。iPod シャッフル。あ、iMac もちゃんとさ、歴代 iMac だよ、これ。これちょっとテンション上がるね、AirPods。iPhone 5C のケース。おろし金。これが、前作の Mac Pro かな。うわ、知ってるこれ。俺これ触ったことあるよ。あ、この Apple マウスも熱いよね。あ、これいいな、これ。このカード楽しい。これは、初代じゃないね。このシャッフルもあったね。これは何？これ、MacBook Air のすげえ最初の方じゃない。え、これ何？これ。あー、ソックス。懐かしい。これまだあんのかな？これね、別の遊び方があってさ。あ、すげえ。おー。だんだん。これ？あー、よしよしよし。これじゃない？ほら、来た。確変入った。うわー、すげえ。ほら、うわー、来た。あ、うわー、総取り。あ、見ても総取り。うわ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,11,11。でも実はこれの総額でバトルするとかね。うわ、それめっちゃ面白いな。それはマックロック取った勝ちや。ということで、このアップルメモリーカードを2名様に、あとさっきのアップルパークトテを4名様に、プレゼントします。黒2つ、白、グレーの4つと、これはアップルメモリーカードは2つですね。1つは開封済みです。で、どれが来るかは、お楽しみです。アミトーさんのサインは言えない。アミトーさんのサインは価値下がるって。むしろ。